帰れ、ほら行った行った。はい、じゃあ早速ですね、今回も進めていきたいと思います。またサラですね、クエストはね。これが決めてかもっていう、結構ストーリー進んでるからもうそろそろやと思いますよ。これ待てよ、生きたやつを捕らえるのか。死んだのじゃ実験できないでしょ。はい、なんだこれ。特殊な鎮静剤よ、戻るまで眠らせることができる。あと一歩なの、リーコン。これが決めてかも。了解。だから生きたままフリーカーを捕まえてこいってことか。なんか実験するみたいやね。なんか結構急やったけど話が。リーコンいる？はい。ああ、ニュートを探しに行くとこだ。よかった、いい。特定のニュートが必要なの。おい、ちょっと待て。特定だと？ここから南のリムドライブに古い別荘があるの。今は感染した子供が住み着いてる。ニュートが。わかった。着いたら無線で連絡してね。じゃあ。別荘暮らしのニュートどもか。そりゃ見物だ。ああ、ニュートね。セントジョン、いるか？タイ、今、ウィテカー少尉の任務中で手が離せないんだ。わかった。終わったら連絡をくれ。ウィーバーの兵器を試す。待ってるぞ。まずい。ウィーバーの兵器はもう完成しちまったのかよ。あら、結構展開が進んできましたね。ウィーバーの武器が完成したから、ちょっとそれを試すのにディーコンの力がいると。で、サラはサラで、まあ今から行くんやけどね。なんかニュートを捕まえろみたいな。なんかその化学兵器的なやつを試すんかな。まあでもなんかストーリー的にはサラの実験の方が多分重要というか大事なんやろな。サラ、着いた。はい。B、赤いシャツを着た女の子を探してくれる？シャツには確かなんかの文字が書いてあったはず。赤いシャツね。ここはまだ大佐に焼き払われてないんだな。手を出さないよう頼んだの。何ヶ月も子供の感染者の血液試験をしてて、血清に必要だから。そうか。ああ、他を殺さずターゲットだけ連れ出す方法は？わからない。できる限りやってみて。赤いシャツの子が必要なの。赤いシャツね、了解。血清ね、血清っていうのは何なのね。とりあえず赤いシャツじゃないとはもうね、さよならということ。あ、痛い。今のは痛い。ごめん。ごめん。今のは痛いわ。とりあえず周りの方がちょっと鬱陶しいから、ちょっと始末はしていきたいけども。届いてないよ。届いてないぞ。あれか？あれがマークか。あ、おる赤い、赤い、あー、ちょちょ、君たち。君たち。ちょっとちょっと、赤い子おるわ。麻酔銃、これやな。オッケー。見つけたぞ。オッケー。さあ、他のやつ来るかな？なんか来そうやね。邪魔をしないでくれ。敵意はないんだ。敵意はないんだ。近くの敵を排除してニュートを開始する。あ、やっぱり倒さなあかんねや。まったくもう。どこや？これ中入らなあかんのかな？よいしょ。あと1匹ぐらいかな。オッケー。じゃあ連れて帰ろっか。薬ね。うん、ご希望通り捕まえたぞ。さあ、果たして実験は成功するのかどうか。まあ、そもそもどういう実験なんか分かってないんやけど。ああ、くそ、ふざけんな。マジかよ。ああ、大、小便かけられちまった。ああ、大佐はペットを飼うことを禁じてるぞ。少尉が生きた被験体が必要だって。仲良くやってるみたいじゃないか、ウィテカー少尉と。あ、今言う？仕事を頼まれてるだけだ。一線だけは超えるな。大佐は下士官と将校の恋愛関係を禁じてる。ああ、もちろん。トラブルの元だ。ああ、続けろ。了解。クーリのキャラがちょっと好きやねんけどね。手を貸してくれ。ちょっと待って。あ、もう来てんのかよ。
鎮静剤効いてないぞ。仕方ないじゃない、相手はフリーカーよ。正しい投薬量なんてわからないわ。ほら、そこ持って。行こうか。よし、入った。これがうまくいけば。どのくらいかかる？あと数秒。抑えて。嘘だろ。すごいな。何入ってるか知らないが効果抜群だったな。もう！待て、それって生物兵器じゃなくて。おい、まさか直そうとしてるのか。私、クローバーデールの元々の細胞株さえあればウイルスから抗体を作って逆に働く薬を作れないかなって。そんな。でも失敗した。あんなに苦労したのに全部無駄だったなんて。直そうとしてんのかいな。元に戻してあげたいのに。完全に元には戻らんやろ。だったらまた一からやり直せばいい。今のを見てたでしょ。あの子の全身の細胞が一気に爆発したのよ。だからやめちゃいけないんだ。あの子って呼んだから。俺は奴らを散々殺してきた。でもあれが誰かの子供だったなんて一度も考えたことない。俺の知り合いもそうだ。その子も奴らを病気の人って呼んでてな。おかしいと思ったが、サラと考えが同じなんだな。私もおかしいって。そうじゃない、リサのことやな。この2年で会った中で一番まともなんだと思う。サラを失った時のことをよく思い出す。でもそれはヘリに乗せた時じゃなくてその次の夜のことなんだ。ブーザーと一緒にヘリが向かった難民キャンプまで行ったんだが、着いたらフリーカーだらけでヘリは燃えてるし大勢の悲鳴が聞こえた。だから戦って勝ったが、残されたのは死体だ。そこら中に転がってた。俺は全員の顔を確認して回った。1000人以上いただろうが一人残らずな。サラを失ったのはその時だ。ブーザーはブーザーらしく、そこから2年間荒れてた俺の面倒ばっか見て、でも俺には全部どうでもよかった。そしたらある時ネロのヘリが飛んでるのを見かけて何かがブチ切れた。全部クソくらいってな。サラが生きてるなら必ず見つけ出して一緒に自由に生きてやるって。俺は民兵なんかになりたくねえし、戦争もキャンプ暮らしもごめんだからな。じゃあなんでまだここにいるの？お前のためだ。こうして一生懸命頑張ってるのに離れられない。みんな生き延びるのに必死なのにお前は世界を救おうとしてる。まったくうまくいってないけど。失敗してもまた立ち上がってやり直せばいい。クローバーデールに戻るぞ。連中の研究についてもっと調べるんだ。一緒にやってくれるの？ああ、もちろんだ。サラができると信じるなら俺もやる。諦めるな。北に行く。そう、北に行くの。物資を集めに行くって言って。でも戻らない。ええ、逃げるの。大佐に捕まったら処刑されるわ。その時は一緒だ。少尉。ええ、伍長も大佐が呼んでる。今行く。
荷物をまとめておけ。ありがとう。いえ、少尉。まずディーコンの心が動かされて、それによってサラの心も動いたと。やっぱりいい夫婦ですね。セントジョン校長、大佐、一緒に来てくれ。そしてどうした、ギャレット。準備はいいか。ああ、はい、大佐。準備万端です。あ、武器の試すやつか。これは一体何ですか。ウィーバー少尉の武器が完成した。これから試してもらう。そういうことだ。大軍を吹き飛ばすぞ。あ、校長、何か問題でも。いや、そんなありません。ああ、いいですね。早速出発だ。よっしゃ、そう来なきゃな。諸君、新たな時代の幕開けだ。頼んだぞ、ウィーバー少尉。いいか。はい。なるほど、完成してたっていう兵器を試しに行くわけやな。いや、結構立て続けですね。まあ、ディーコンとサラはここから逃げ出す決意をしたけれども、まあそこから早速ね、まあ、こういうのに巻き込まれていくと。よし、これから。ダイはここに残ってくれ。俺が一人でやる。何、死にたいのか。いや、だから一人で行った方がいいんだ。ウィーバーの火炎瓶はすごい威力だが、二人だけで大軍をいっぺんに倒すことはできないだろ。だから俺が注意を引きつけて、奴らの数を少しずつ削りながら死ぬ気で逃げ回る。それで罠でも仕掛けて動きを鈍らせれば、あとは一気に片付く。まとめて吹き飛ばすだけだ。いいか、二人で行ったとしても混乱するだけだ。お互いに敵をぶつけ合っちまう。だからあんたは残ってここから見張っててくれ。俺がしくじったら乗り込んで救助を頼む。ん？他に作戦あるか？いや、ないな。基本的にディーコンが全部一人でやるってことね。火炎瓶と弾は。わかりました。バッグにある。火炎瓶。そうか、そいつは助かるよ。これか。チェモの大軍を倒す。オッケー。うわあ。ああ。はあ。で、上にあるメーターが大軍のメーターやね。だから数を減らすほど減っていくと。で、あれがゼロになったら勝ちやな。言ったろ、なんとかして動きを止めるんだ。奴らはバカみたいに密集して動きが鈍くなる。トラックとかビルの間の狭い場所に引き込んでやれば、少しは時間が稼げるはずだ。その状態になったら十分な距離を取って。一気に焼き尽くす。そうだ。これを何度か繰り返してれば、いずれ片付く。いけそうか。まあな。幸運を祈る。運に頼るつもりはないがな。よし、突入する。ああ、何かあれば言ってくれ。まあ今のはクーリに言ってたけど、俺に言ってんやろな。多分な、こういう風にして倒せようっていうチュートリアルでね。わかりました。じゃあ、適当に行くか。何がある？とりあえず、あ、アトラクターがあったらもう完璧やね。アトラクターっていうのは、その、まあ、フリーカーをね、一箇所に集めることができるっていう。このアトラクターの場所に集めることができるから、アトラクターを投げて火炎瓶を投げたら OK っていうね、そういうアイテムね。とりあえず普通にパイプ爆弾投げてみよう。いけよ、お前ら吹っ飛べよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。爆撃じゃない、爆撃じゃない。くらえ、くらえ。あ、お疲れした。あ、お疲れした。すいません、すいません。はい、さよなら。全然減らへんよ。よしよしよし、オッケー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 。いいぞ、いいぞ。そしたら、とりあえずアトラクター投げるか。捕まえて。よし。おっとっとっと。ちょっと待ってな。で、ナパム回避ね。オッケーオッケー。そこです。よいしょ。オッケー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 。よしよし。これを繰り返せばいいわけだな。あ、でも結構減って、めっちゃ来たけど、めっちゃ来たけど大丈夫かな。めちゃくちゃおるけど大丈夫かな。まずいぞ、逃げろ。はい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 。いや、逃げろって言われてな。そのつもりだ。結構な量が多いな。4分の1ほどやった。続けろ。あ、確かに4分の1ぐらい減ってる。オッケーオッケー。やさて。はいはい。ちょっと待って。邪魔すんだ。邪魔すんだ。今投げないと。今投げないと。よいしょ。いや、結構減った気がするぞ。結構減った気がするぞ。もうそのままくらい、もう直接くらい、お前ら。はいはい、いっぱい来たね。はい、いっぱい来たね、いっぱい来たね。はい、いっぱい来たね。くらい。
このボケすごいすごいすごい量や。やっぱノープランではダメですか。じゃあ次は頭を使っていこうかね。もうちょっと頭を使おう。行けそうか。いや近いな。おい、とりあえずね、ちょっと罠を仕掛けていきましょう。運に頼るつもりはないがな。一つ、よし、二つ、何かあれば言ってくれ。三つと、このルートで見るよな。で、ここの崖を降りようか。ここの崖を降りて、こっちに進みながらこの爆弾踏ませて、オッケー。罠を仕掛けてやったぜ。あとは普通に撃とうかな。普通に撃って減らしてやろうか。スナイパーライフルが結構貫通するからそこそこ減らせんのよね。かかってこいよ。お前らなんか怖くねえよ。これでも食らいやがれ。どけー。まだおんぞあそこ。いっぱい。よいしょ。さあ食らえ。いいよいいよいいよ。今のいいよ。今いい感じで入ったよ。どっちだ。痛い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 。いいですねいいですね。よし来い、よし来い、こっち来い。これかな。あれ爆発せんぞ。あれ罠が爆発しない。なんでだなんでだ。罠が爆発しない。でも山盛りおるやない。あーちょちょちょ、あちょ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 。あ、なるほど、遠隔爆弾か。自分で起爆せなあかんのね、この爆弾。あらあら、それは知らなかった。一旦逃げといてね。一旦逃げといてね。直接投げてやりゃいいんだよ。こいつでも。どうぞ。ほらいや。差し入れでーす。いいぞ。いいぞいいぞ。火炎瓶は成功だ。炎がよく見える。成功だ。そうだな。まだあるぞ。あとは爆弾に、あとは爆弾に引き寄せて。よし、いいぞ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 。いいよいいよいいよ。よし。もう一個。今です。よし、そこそこ減ったね。おーおーおー、こっちからも来てた、こっちからも来てた。ああ、こっちからも来てた。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。みんなな、みんなちょっと落ち着いてな。パイプ爆弾。何でもかんでも投げといたらええやろうが。投げといていいでしょ。暗いお前ら。多いねって、多いねって、いちいち。いちいち多いわ、お前ら。いちいち多いね。多すぎやろ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ、いいよいいよ、いくらでも来い、いくらでも来いよ。投げまくってる。はいはい、痛い痛い痛い、はい痛い痛い、はいまずい、はいまずい、はいまずい、ここまで、はいここまで、はいここまで。これで、あと1、ん？あー、あんまないね、もう。さやな、じゃあここでアトラクター行きましょうか。アトラクターは、数が多いですね、まだこれ。分かってますよ。あー、やめて、やだやだ、やだやだ、ほんとにむす。火炎瓶と弾は、俺のバッグにある。はい、わ かりました。助かるよ。はい、そうですね、そうですね。3回目ですね、これね。どうしようかな。まあ、爆弾は起爆ね。まあ、爆弾はね、起爆すればいいってことを学んだんで、ちょっと起爆しようかなと思うんですけど、なかなか難しいな。まずどうする。ほら、燃えちまえ！燃えちまえ！燃えちまえよ！よし、行くぞ！よし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 、君たちはとりあえず、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いいよ。さあさあ、こっからですね。こっからいつものやつやな。武器の選択絶対間違えてないな、俺な。絶対こういう武器じゃないからね、今必要なのね。はいはい、やってこいやー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんとちょっと待って、ちょっと待とう、また落ち着け、お前ら落ち着け。 A から落ち着け、お前らな。 A から、 A から。マジでもう大群やん、ほんまに大群やん。ちょっと待って、逃げ場がないぞ、逃げ場がないぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、こっち行こう、こっち行こう。なんでお前ら水の中そんな早いの。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ここいいね、ここいいやん。あー、間違えた間違えた。あ、とりあえず追っては、追ってはとりあえずな。まだまだ行くよ。いいぞ。ナパーム火炎瓶は成功だ。成功だ。よく見える。成功だよ。で、集めてドンやわな。集めてドンやな。おい、どうした？いいよ。そこいいね。そこいいですね。そこ。シルダ。
だいぶ減ったんちゃうか、だいぶ減ったんちゃうか。あ、いいのあるやん、いいのあるじゃん。これも使おう、これも使っていこう。よっしゃ、ちょ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 、今でーす。あんま意味ないか、あんま意味ないか。あ、いいですねそこ。あー、当てたい、当たらない、くそ。ちくしょ、あと少しだ。いやでもあと少しだな、ほんまに。あと少しだ、あとこいつらだけ。よいしょ、もうちょい、もうちょいぞ。よしよし、だいぶ減った。あ、もういいんちゃうか、もういいんちゃうか、これ。オッケー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 。あー、終わった、あー、終わった終わった。ほんまに長かった。どんだけあんねんこれ。もういい、もうええ、もうええねお前ら、もうええ。やったら大軍を片付けるとは。一人でな。サラ、いるか。吹いてかしおい、こちらセントジョンだ、聞こえるか。おい、いないのか。タイ、あ、ウィテカー少尉に連絡したが応答しない。実験の報告か。ああ、きっと喜ぶ。そうだな、まあすぐに会える。ウィーバー少尉に言うな、俺が直接伝えたい。ああ、じゃあそうしてくれ。きっと大はしゃぎだな。まあ成功したのは良かったけど、まあ今後どうなるかやわな。だからもう全員ぶっ殺していく感じになっていくのかな。で、サラとしてはすごい複雑な心境やんな。